こんにちは、はすみです。本日は先日アップいたしましたガラスコンパウンド4商品比較、その商品の中でですね、こちらカーオールさんの窓ガラス用水垢取りパッド、こちらの方ですね、利用したところサイドガラスの方に傷が入ってしまいました。それで先日は水垢などが少し残った状態で、こちらの商品も結論を述べてしまったので、今回はですね、さらに追加検証を行いまして、水垢をしっかりと取った上で、でなおかつ付着物、そういったものも一切ない状態で確認いたしましたので、その結果報告をしたいと思います。それでは早速、私はですね、先日水垢を効率よく取れる商品を探すっていう形で、4商品試したんですけど、こちらを試した際にですね、ワゴンワールのリアのサイドガラス、そちらの方に傷が入ってしまいました。先日、検証した動画が、こちらになるんですけど、水の方を含ませまして、窓ガラスの方を研磨しました。でそうしたところですね、日中は特に気にならなかったんですけど、夜間照らしてみたところ、傷が入っておりました。ただそのような水垢や鱗の上に傷が入って、それが見えただけだったのかもしれないっていう形で、再度ガラスリフレッシュの方でよく研磨しまして、しっかりと鱗などを除去した上でこちらの商品を試してみました。やっぱり傷の方が入ってしまいました。で、極論、傷ではなくこの物質、その研磨剤の方が窓ガラスの方に残ってるのかなっていう可能性もなきにしもあらずなので、 IPA イソプロピルアルコール、こちらですね、アルコールでも純度のかなり高い商品の方で、ピントが合わないこちらの方ですね、こちらの方でしっかりと研磨剤なども落としたのですが、やっぱり傷は傷でした。ということで、全てのガラスに傷が入るということはないとは思うのですが、こちらの商品の方を利用する際には、よく気をつけて利用していただけると良いと思います。ちなみに強く擦るとガラス、鏡に傷がつく場合があるので注意するという注意書きも入っているので、私が強く押し付けすぎたっていうこともなきにしもあらずですけど、他の商品で同じぐらいの強さで擦っても、そちらの商品たちは傷が入ることがなかったので、こちらの商品ですね、本当に気をつけながら使っていただくか、私はもう二度と利用することはないです。それでは本日は水垢取りパッド、こちらの方ですね、利用するとガラスに傷が入る可能性がありますよというお話でした。それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルでは基本的にはベルファイアやアルファードに関する商品紹介および作業手順を紹介しております。最近では下地処理の方にちょっとハマっておりまして、いろいろな商品を紹介しておりますが、何かこう作業とかこういった作業どうなんですかとかっていうのも、コメントでお答えしたりとか、動画などでお答えしていきますので、もしよろしかったらコメント、あとはチャンネル登録よろしくお願いします。次はあなたの番です。